オッケー、すいません。外の音入ってないね。こんばんは。もしかしたらちょっとゲーム音が入ってないかもしれないので、確認お願いします。入ってますか？今の音入ってました？よるるかさん、こんばんは。ゲームの音入ってるかな、私。あら？食べたか。ゲームの音入ってます。ああ、よかった。もしゃさん、こんばんは。今日大変なことが起きまして、5M が起動しない、スイッチスタジオが起動しないっていう二重苦が起きまして 連続、今日で60日連続配信なんですけど、やばい、ついに途切れちゃうと思って、めちゃめちゃテンパってしまいました。で、市長にいろいろ聞いて、なんとか。レドさん、こんばんは。もうね、今日は無理かなって思いました。あ、これでいっか。今日はもう無理かなと。あれ？あ、まだだよね。まだ消えてなかった。よし。え？消えてる。なるほど、消えてます。今日消えた日？今日消えてるの、もう。今日消えたの？共同経営しませんか？だって言います。あ、変わった。何これ。何これ。恋愛授業中？え、しかも、え、すごい人集まってるじゃん。メカニックで独立したやつの恋だって。今日重い日なんですか？ああ、いけた。治りました。OK。 いや、今日はもう全然つかなくて、びっくりした。1時22、 AABB、 C、 オフロード、
みじん切りできたってさっきね、聞いた。おめでとう。さっきソレイユの人に聞いた。ありがとう。おめでとう。いいな。まだやってない。レベルいくつにしましたか？オフロードか。オフロード無理だな。ダイヤモンドにしよう。でもどうせみんな出るんでしょう。23分。私10位にいるんだけど、なんで？ああ、1400スタートだからか。私みんなの中ではビリってことか。納得。よし、出かけよう。あ、で、よしよし、いつもの歩き方になったぞ。43。私まだ40だ。え？なんかの鳴き声聞こえた。もうって言ってる。でも仲間に隠し事はできないじゃない。市民のみんなには内緒。では今日もよろしくお願いします。ちょっとごめんなさい。私もちょっとレベル上げをやりつつにしよう。ちょっと待っててね。今日はね、新規住民さん一人でもお友達に。次の討伐のところまで。すごすぎる。ログインさせてもらって、なんで？ちょっとダメそう。ちょっといけなかった。なんで？ちょっと諦めよう。ストグラに集中しよう。ツイッター連携おかしい。そうそう、パスワード入れてもダメだったから。わあ、誰もいない。ホットワイヤー？
フォローありがとう。コーリエチャさんありがとうございます。ヘスティアさん会いたかったんだけどな。うん、キャップ仲良しなのよ。そうだよ。エボスさん。うわあ。牛さん。どうした。引かれちゃったのかな。しかもワープしたけど、何これ。今日私ちょっとダメかも。あ、寝落ち、はい、わかりました、ありがとうね。あら、何だったんだ今日。あ、ブルーさんフォローありがとうございます。ごめんね、気づくのが遅くなってしまった。明日というか今日は7時からやります。では今日もボタリンと皆さん一緒に過ごしましょうね。 There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. はい、どうもフランシスコマグナムです。はい、どうもフランシスコマグナムです。はい、どうも。もしもし、リリです。おはよう。おはよう。おはよう。さっき起きた。今日炭鉱行ったりする？あ、行くよ、しりりちゃん。あ、暇になった。あ、ほんと？じゃあ行こっか。うん。オッケー。じゃあね、ちょっと今カジノにいるから。はい。5分10分ぐらい。うん、5分10分後ぐらいでレギオンで。はい、じゃあレギオンに向かいまーす。はーい、じゃあねー。はい。1万当たりました。5分10分と言ったのは、今日も Another day in Los Santos. もう1万いっか。じゃあちょっと、なんでかというと今日も1回だけやるからです。この人の、この人のお尻を触って。
対戦よろしくお願いします。まずは1000で、あ、まずは1000でじゃない、すぐ行かなきゃいけないのに。終わった終わった。 You want another? It's a 17. はい。Got a 14. House busts. やった。じゃあこの勢いで。機体が一回やったので終わりますか。Well done. Go buy yourself something nice. F16. There's a 19. こんにちは。いらっしゃいいらっしゃい。ほら座って座って。やれやれ。大丈夫。私ね、もう出かけなきゃいけないから賑やかしに来た。またね、ニャンコスキーさんの久しぶりに見たわ。おい、久しぶり。もう2連敗だよ、ね、本当に。頑張ってね。またね。今度寝てないかも。またね、うん。今度またギャンブルしよう。よし。一応勝ちました。少ないけどね。We have a winner of the mystery prize at our lucky wheel.あ、リリちゃんだ。こんにちは。お疲れ様。Hello. Here. 12万円になりました。まあいいでしょう。よし、じゃあレギオンに行くか。あ、質屋に行ってからにしよう。シューシューシューさん、フォローありがとう。質屋で値段を見たらレギオンに行きます。積載多いので行かなくてもいいか。ダイヤモンド37,000、サファイア23,000、エメラルドは低い、サファイアは売り時、サファイア売り時ですね。サファイアが売り時。この車には何も入っていない。よし、レギオンに戻ります。やっちゃったやっちゃった。
なんか今日この車調子いい。なんか今日この車すごい調子いい。シュンシュン走れる。燃料。あれ？しまえない。あ、いけた。哲夫さん、こんにちは。知らん？聞いてたんですけどね。あら、はじめまして。はじめまして。ボタリンモンローと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おでんと申す。おでんさん、こんにちは。あ、哲夫さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうもした。ごめん、哲夫さん。ごめんね。いいえ。あれ、こんにちは、ココナちゃん。こんにちは、ウタリンさん。何してたの？うん、今ね、瞑想してきた。あ、瞑想か、おかえりなさい。ただいま。そうなんだ、了解了解。なんか動物がいっぱい倒れてる。おはよう、しりりちゃん。レース免許取ってきた。え、取れたの？取れたの？取れた。一発で？一発って言いたいけど、まあ、ちょっと二発だった。二発だった。いや、おめでとう。誰先生？誰だっけ？猪狩さん。あ、猪狩さんはね、教え方うまいから。そう、うまかった、めちゃめちゃ。そう。猪狩さん、レース免許は絶対猪狩さん指名した方がいいよ。あ、そうなんだ。たまたま、なんかみんな今日全員で出払ってて。あ、そうなんだ。たまたま。ちょっと車出す。あ、そうなの？うん。誰が来るか分かんなかったけど。うんうん。やった。よかったね。ちょっと車出すね。は、う、い、ん。ちょっと今日早い車で行こうかと思って。はいはい。ちょっとまずいつものやつ出して。うん、で、ごめんね。この車もいいの？あれか、いい、ね、高いやつか。そう、でも中古で買った。そうなんだ。あ、私売れたわ。なんかね、私今日ね、サファイアがね、2万3000円だったから売り時だと思うんだ。私今日メモってる全部ね、値段いっぱい。12時過ぎに見た？12時過ぎから3時の間までが多分同じ値段なんだ。あ、そっか。もう一回見る？じゃあ。そうね。うん。じゃあこの車で行こうか。待って待って、持ってないから。はい、あ、私のここに入ってるからさ、この後ろに入ってるやつ。これ、うん、取れる？ちょっと下の方に1個ずつ入ってるから。オッケーオッケー。じゃあそれで確認してもらおう。じゃあこれの車で。借りるね。うん。あ、今持っちゃってもらってさ。はい、じゃあ取ってくる。うん、ちょっと早い車一回出してみる。どれぐらい空いてるか。おはようです。おはようございます。なんて？取ったよ。オッケー。ちょっと待って。この車の後ろどれぐらい入るかちょっと見るね。100か。もう100でもいっか。ねえねえ、時間ないからさ、うん、ちょっと一回これしまって。覚えてるの全部。じゃあおやすみ。おやすみ。それでこれで、これで行こう。はい。ね、これちょっと一人50ずつしか後ろに入れられないけど、うん、多分時間ないから。十分と。この間の石持った？あ、朝やってきたから。あ、もうやったの？一回だけね。うんうん。うん。了解。ちょっと動物が死にすぎてて怖い。確かに。じゃあ今日はこれでいく。サクサクと。朝一、衛星外で、うん、ちょっと作業してた時に、うん、やってきた。えらー。
え、何で行ったの？原付で行ったの？また原付で行った。あとガソリンスタンドの給油もしたし。えらー、衛星でやればいいのに。今日ね、うん、何言ってるか分かんないかもしれないけど、ラジオがあったでしょ、夢の世界で。あー、ここの、うんうんうん、そう、それ聞きたかったから。なるほど、うん、そういうことね。それ聞きながらやってた。なるほどなるほど。はい、はーい。じゃあちょっと値段を。ダイヤも売っちゃおう。何がいくら？で、うん、言って。ルビーが、うん、19240は少ないね。うんうん。ダイヤモンドが29823低いね。サファイアが20478低いね。指輪が21800惜しい。全部ダメ。そっか。じゃあ私がサファイア売る感じにしよう今日は。オッケー。うん、サファイアとダイヤはね3万7000円だったから、まあ悪くない。じゃあ私でも、うん、全部売りたい全種類。うん、もし売るとしても貯めとかない、うん、分かった。もし売るとしてもシリリちゃんが売るより私が売った方が高かったわ、ね、全部、うん、全部じゃあここにさ、シリリちゃんさっきのやつしまってもらってもいい？あー、いありがとう。でもカジノの車も当たんなかったしな。え、今カジノの車また補充されてる？うん、昨日から入ったやつ。あ、そうなんだ、うん、へえ、うんうん、そうなんだ。カジノも外れだった、なんかランダムみたいなやつ。あ、ランダムは外れですね。そうダメだ、昨日から運が大丈夫だよ、うんだってほら今日は私と一緒にいるからさ、私が代わりに売ればいいし。確かにそうだよ、大丈夫だよ。私がね、高い時に私があるね。そうそう、それをお願いする。あ、今日なんかこれ走りにくい道だった、早い車で来たのにいやでもレース免許取れたからちょっと今日達成感が半端ないな。いやすごいよすごいよ。難しかった。むずいよね、あの時間制限とさ、もうはみ出しちゃうからさ。そうそう、なんかバランスがむずいよ、ね、それぐらいだったら時間ないのか分かんないし。そうそう、でもね猪狩さん本当に教え方うまいから。うまかった。ここでブレーキしてとかも全部言ってくれるから。そう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 、猪狩さん、うん、覚えれないよと思ってたけど、うん、なんかやってたら、あ、なるほどなるほどってなってきて。うんうん、ひがりさん、本当うまい。なんて？教え方がうまくてなんか、うんうん、そうそう。だからひがりさんはレース免許特化型の先生、うん、やばい、私ガソリン少な本当だ持つかな。一応ちょい左上のとこにあるけどね、あそこ。ね、400円なんだ。私多分この車にガソリン積んでるはずないかな、ちょっと。なんかさっき入れた時、あ、うんとね、この車の中で見るやつ。あ、そうそうそう、ダイヤとか入れた時。あ、うん、それトランクの方でしょ。あ、ごめんごめん。あ、え、中にも乗せれるの？うん、これグローブボックス。そうそうそう、入ってる？入ってないね。あ、じゃあもう終了のお知らせちょっとどこにある、入れてこ、危ない、帰れなくなっちゃう。あそこの左上は、ここか、
節をここ入れてる。高いところで入れるのか。どうせだったらね、誰かが経営してるところで入れてあげたい。あそこね。うん。あーガードレールは。ここか。よいしょ、よいしょ。ある？うん。あったあったあった。どっち向きだ？こっちでいいのか？こっちでもいける。そうなんだ。知らなかった。うん、満タンはやだな。でも満タンでいいか。宝石一個分ぐらいだね。しょうがない。なんかゼリカンの売り上げがガソスタ系入んないっぽくて。うんうん。あ、そうそう、ガソリンスタンドはジェリカン入んないけど、コンビニ経営はジェリカン入るんだよね。そう、でもなんか今ないんでしょ、コンビニ。そう、なんか噂に、みんな、うん、あ、ガソスタで買ってるとあれ1個5万でしょ。そうなの、高い。でも売り上げ入んないんだ。そう、だから死に取られてるだけっていうね。悲しいね。悲しい。そうなのか。もうちょっと、あ、ちょっとあと新聞買ってこようかな。え、新聞ってさ、うん、何、なんか買う。そう、あのコンビニの、あ、メリットというか、このコンビニの前でこうやってなってるやつ、多分これも新聞じゃないかな。え、読めるの？ほんと買う感じ。これなんだった？求人。あ、求人か、これは。じゃあなんかね、基本的にこういうコンビニの前とかの、うん、こういう風になってるところ、うん、で、うん、新聞を買うみたいな。え、これは違う、これも違う。あのね、スドバの前で買える。スドバの前で買える。え、買ったら、あ、買ったことないけど、買ったら何？いや、新聞が読めるっていう。え、ニュースが載ってるの？そう。へえ。あの、記者の、それを買うと記者の人たちにお金が入るから。ああ、なるほど。うん。ウェブでニュース見てるとさ、アプリでね、うん、ニュース見てるだけだと、うん、記者の人たち儲からないから。なるほど。うん。ということです。経済を回すやつね。そうそう。ああ、ガソリンが入って安心だわ。軽る。落ち着かないよね。落ち着かない。えーってなる。でも結構レース出てたから、ジェリカンいっぱい持ってたんだけど、うん、もうついになくなってしまって。5000円だったら、10倍だもんね。そう。しかもそれでさ、ガソスタ系の人が儲かるんだったら買うけどさ、儲からないんだったらただただ高いだけっていう。いや、売り上げに入ってないなって思った。あ、そうなんだ、そうなんだ。うん、こういう車あると怖いんだよな、帰り出るとき。この辺に止めとくね。うん、はい。じゃあね、25個ぐらいはこの中入れれる。はい。うん、だから25個はしまおう。はい。おっと、
日一回。一日一回ボタリン。意外と怪我しない。え、転んだもしかして。転んだけど大丈夫だった。今日から、うん。外したから。あ、ほんとだ、外れてる。ついに。そう。外すかと分かんなくってさ。うん。六歩見た？誰かに聞いた？そう、六歩見たけど分かんなくて。うん。なんか、ニートちゃんいたから聞いた。あ、ニートちゃんすごいな。ニートちゃん知ってるんだ、そういうの。なんか、六歩見て、なんか自分もこれ手間取ったんだよねって。うんうん。見たけど分かんなくて、みたいな。なんかあの、PVP っていうのにするっていうの分かんなくて。ああ、あれね、私はね、なんか六方で確か見たと思って。六方で見たけど、六方だとなんか何も入れなかったら取れんのかな、みたいな感じに見えて。うんうん。PVP だとなんか、犯罪者とか好戦的な人がやるやつかなって思ってたけど。ああ、うんうん。そう、それでいいの。よいしょ。ここね、ハイヒールで来ると大変なんだよね。え、違うんだ。そう、ハイヒールじゃないともっとなんか速くて転ばない。すご、私サンダル。サンダルは転ばないんじゃない？転んだ？なぜ？わかんない、歩き方変だったかも。ちょっとビット買ってくる。うん、なんか血がいっぱいある。なんだろう。3秒ぐらいかかるな。ね。いやー楽しいな。あ、スーパーシャウトにしたよ。超えてるよ。オッケー。なんかちょっと一回さ、うん、あ、どっかちょっとタイミングがあったら、せーのでこんぐらい違うのかやってみたい。わかった。せーのでここで今やる。ちょっとまだ私そこまだ復活してないから。あ、じゃあ私ね、追いつくと思う、多分どっかで。なんだって、そんなに違うのか。多分追いつくよね、きっと。多分追いつくと思う。追いつくぞ。確かに。今日なんか3時から水着のレースあるって。何それ。
え、キャプテン脇尾さん知ってる？うんうん。海賊の。うんうん。の人がなんか主催で、うん。8099で、うん。水着着て、なんか。何のレース？水着、人間の。人間のレース？そう。で、賞金数千、1000万だっけ？そうなの？それ行かなきゃ。よかったら、なんかツイートしてたよ。なんか市長がなんか出してくれたみたいな。そうなんだ。なんか、プール、なんだろうあれ、なんか。プール出してくれたの？プールじゃなくて、なんだっけ。ツイッターに写真載ってたやつ、はいはい、わかる？なんか夏のね。そう、あれで。夏ができましたのやつね。はいはい。そう、あそこで水着で走ったら、みたいなやつ。そうなんだ。行こう。どうだ、追いつかれてる。追いついた。じゃあ次のやつ一緒にやろう。目出してせーので押そうね。もうで押す、うん、せーのポチ。はいはい、 OK、 いくよ、せーのポチ。変わらないのかな。終わった。2、3、4、5、6、6秒ぐらい違うかも。違う、ちょっと荷物置いてくるね。フォローありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。私の方がさ早くできちゃうからさ、だからトランクに私石全部詰めるから半分シリリちゃんにあげるね。あ、奥持つね。普通持つっていうか、そのくれるの？うん、あげるあげる。いいの？うん、いいよいいよ。壊れた、ついに。ついに壊れた。怖い、50万。ついに壊れた。ついに壊れたわ。悲しい。
そう。そう、壊れるようになりました。わかります。おはよう。ビットはよく壊れる。え、2連続なんだけど。本当だ。かわいそうに。かわいそうに。ああ、じゃあちょっとシリーちゃんにあげる分もしまっちゃうね。うん、え、すごい差がつくな。多分すごい差がつくような気がするから。やっぱレンさんにするか。ほら、ありがとう。よし、今日はなんか水着のイベントがあるらしいから俄然頑張っちゃいましょう。とね、あと25入るので OK。 あとはご連勤、お疲れ、お疲れ様だよ。ちょっとここ取っちゃう。シリリちゃんっていい子だな。ただいま。帰り。すごい今日持てる。今日すごい持てる。荷物あんまり持ってこなかったんじゃなくて？この何が違うんだろう、いつもと。わかんない。石は1個2キロだよ。いつも50台しか持ってないのに。うん。じゃあ今日は手持ちがもともとポケットにあんまり物が入ってなかったのかも。ねえ、え、でも何が違うんだろう。よし。これは関係ない。光と煙でシリリちゃんがほとんど見えなくなった今。あと1個で終わりかな。本当？へえ。まあ時間もないしね。終わった ？OK。うん。じゃあ行こっか。61個だ。そんなに？すごいね。ねえ、いつも持てない、こんなに。何持ってきたんだろう。ポケットに何か入ってないだね。食べ物の数とかは？食べ物がいつもより少ないのかも。うん、でも重臭あるから。あらあら。でも食べ物もさ、物によって重さ違うから。ああ、そういうこと？うん。1個1キロの食べ物もあれば、もっと軽いのもあるし。確かに。え、水めっちゃ重。よし、洗いに行こう。はい。あ、クラフトもやったし。もう偉いね。2000労働分ぐらいやった。じゃあ早い時間にやったんだ。そうやって、1500やって、その後450。溜まったんだ。やった。うん。すごいね。
本当に効率中じゃん。いやでも楽しい。うんうん。でも割とのんびりやってるかも。なんか待ち合わせの間暇な時とかの隙間に行ってる。うん、うん。えらー。あ、これさ、うん、なんかあの心なきがたまにあそこにいるけど、あれなんなんだろう。なんか心なきも仕事してるんだよ、キー運んで。ねえ、あの人にさ一回怒られてさ、うん、え、なんて、スマホで写真撮られた。何それ、煽られてるじゃん。そう、なんかそこのさバーにさぶつかったらさ、うん、あの出入り口の、うんうんうん、怒られたの。原付だったからそうスピードが弱くてなんか壊せなくて、うんうん、普通にパツンってぶつかったらなんか煽られて写真撮られた。初めて聞いたそれ。そんなことするんだ、心なきって煽ってくるんだ。そうそう、と思って通報されちゃうかもと思って逃げた。あ、かわいい。写真撮って警察に連絡すんのかなとかって思って、うんうん、いやされないよさすがに。本当分かった、うん、あの人。かわいいね。あーごめん。これはね壊せないやつだった。あ、またやっちゃった。硬いね、これはね硬いやつなの。他のやつは壊せるのにあれだけはね硬くて壊せないんだ。この車だと速いからちょっとストレス溜まると思うんだけど、ストレスゲージどう？溜まってる？今ね4分の1ぐらい。あ、本当？じゃあちょっと着いたらストレス軽減を渡すね。この車の方が早いんだ、移動が。確かに。あー今日水光ってる日だ。本当だ。オッケー。じゃあちょっとストレス軽減を渡すね。ありがとう。近くに来てください。確かこれでローズティー、多分これストレス軽減ついてるはず。もしダメだったら言って。お、スタスタ、お、なくなった。オッケーオッケーオッケー、ありがとう。いいえ、そこの車っていつも止まってるんだね、右上の。どれ？右上？あ、右？右？向こう側、もうちょっと丘の上みたいな。本当？うん。え、ホラー？ホラー、ホラーの話。あ、あの車か。そこそこ、うん、はいはい、見えた見えた。初めて来た時なんか、うん、誰かいるのかなって思ったら、初めて知った。今日も止まってた。うんうん。そこの近くになんか瓶が落ちてて、うんうん、近く行ったらその瓶踏んですごいバリーンと大きい音鳴って、すごいびっくりした。シリーちゃん行ったの？誰かいるのかなって思って、うんうん、そう見に行ったらいなかった誰も。なるほど。怖いところに普通に飛び込んでいくから怖いね。心配だね。あ、不動産屋起きてますっていうのをツイートするの忘れちゃった。今日すごいツイッター活発じゃないねえ。うん、もう来たばっかりだったから別になんか怖いことされないかなと思って。まあ、あの加護があれば。そう、やるなら今かなみたいな感じで今のうちかなと思って行った。うんうん。不動産屋さんって、うん、お給料制それとも出来高制なの？お給料ももらえるけど出来高ももらえる。じゃあ高いお家言ったら1割かな。
そうだ、20億の家売れたら2億もらえるってこと？そう。いいね。売りたい。売れた？まだ私ほらなってすぐだから。うん。まだだね、買う人いるの？お待ちで20億って。もう買った人はいる。うん。件。ツイートしちゃう。え、限定バーガー屋。バーガー屋？あの哲夫さんがね、15分以上働けないから。へえ。店長なんだけど。今日で閉店セールです。え、今日で？バーガー屋？そっちの閉店？バーガー屋開店15分限定。うん。今日で閉店セールって書いてるけど、どういうことだろう。ああ、移転するのかな、フードコートの中に。デパートの？うんうん。わかんないけど。あれさ、今日見に行ってみたの、デパート。シリリちゃんって本当にアクティブだね。私通り過ぎたことはあるけど、まあ、見に行ったことちゃんとないもん。いや、なんか不労所得みたいな感じだったら、あー、なるほど、いいなって思ったけど、普通に飲食店っぽかったから。いや、普通に飲食店は接客しないといけないよ。そうだよね。で、あそこにちょっと拘束されるの大変だなと思って、いいやと思った。すごいね、不労所得とかそういうもう考えの時点ですごいね。いや、だってこうね、炭鉱やってる間もさ、今ガソリン入れて消えたらお金入るじゃん。うん、めちゃめちゃ効率的にお金稼ごうとしてる姿勢がすごいと思う。いや、早く車とかさ欲しいからさ。うんうん、でも車だったらさ、炭鉱ちょっとやればすぐ買えるでしょ。そうね、でもなんかガソリンスタンドとか買っちゃってるから。そうだね、なかなかね、お金が。そうだね、あと免許とかも取ってるし。普通はガソリンスタンド買う前に多分車を買うね。そう、うん。で、いや、でももし、うん、そのあのお寿司屋さんとかがね、コンビニみたいなタイプの経営のやつだったら、うん、あ、放置しといてね。そうそう、そっちの方がいいから2000万頑張って貯めようかなって思ってたら、うんうん、普通に飲食店だったから。普通に飲食店だよ、そりゃ。そう、いいやと思って。あ、私たちまたのんびりやってますけど、はい、3時までに売ろうと思ったら、うん、まあ洗ってサファイアとダイヤだけ優先的にやれば。なるほどね。うん、サファイアだけ優先的にやって、あそこ2時50分に出れば、うん、全然間に合うね。 OK。 でも車の中に入れた石全部洗えないかもね。いけるかな。時間計っとけばよかった。いつもなんか適当にやってるから、うん、石洗い何時ぐらいに出れば間に合うとかの感覚がまだわかんないかも。それはね、石洗いもビットも。石洗いは1個10秒。うん。だから、超効率的にサクサクやって、最速で6個1分でしょ？ 10 個あるから10分だ、私。で、ドリルビットは、まあ、1個10秒かかんないと思うけど、同じだけかかるとしたら、あ、私の石が終わったので私はちょっと取ってきますね。はい。何時に出よう。フォローありがとうございます。
ね、シリリちゃんがさ、うん、シリリちゃんが降りる方のさ、うん、ドアさ、いつも開けっぱなしなんだけど、あれ何なの？わかんない、私、いやさっきも開いてたよね。そう、え、降りる時ってなんかしなきゃいけない？いや、普通に。いらないよね。うん。なんか今日一日ずっと他の人の車でもなってるかも。ああ、そうなんだ。謎すぎる。開けっぱなっちゃう。ね。開けっぱなっちゃったり、ドア取れたりした。シリーちゃんのせいで？うん、わかんないけど。うんうん。シリーのせいだって言われた。誰の車？猫子ちゃん、仲いいの。猫子ちゃん仲いいの？うん。すっごい意外。猫子ちゃん、あんまり街に最近起きてきてないイメージがあるんだけど。あ、そう？うん。犬カフェの猫子ちゃんでしょ。ああ。シリリちゃんすごいね。もういろんな人とも喋ってさ。なんか、そうだから、うん、シリリのせいだって言われて、冗談ね。うんうん。私のせいだって言ったから、うんうん。ダクトテープ3個あげといた。喜んでた？うん。いくら欲しいって言われたから、うんうん。なんか今猫子ちゃんが乗って車って言ったら、うん、それはダメだよって言われて何ももらえんかった残念なんかね1億の車買ったんだって。猫子ちゃん。そうなんだけど、それねずっとね1000万の車って自慢してきて、うん、1000万でこれ買えんのって言って、うん、そうだよっつって、うんうん、一応私も頑張ったらすぐ買えるわとかって言ったら、うん、あ1億だったって言ってて。猫子ちゃんってそんな感じなんだ。なんか桁間違っすごい桁間違ってくる。私にそこ桁間違わないよね。うん、でもなんかね、あれだったみたい。体調崩してて寝てたみたいで。あ、そうなんだ。多分病み上がりだから、うんうん、余計なんかちょっと。余計ちょっと、うん、天然ボケに磨きがかかった感じ。そうそうそう。で、仕事じゃなくて雑談だったからなんか多分。ああ、うんうん。適当だったんだと思う。普通の会話だったからね。なるほど。うん、仕事の時はキビキビしてんのか。かな。仕事の時もゆるゆるしてる気がしてきた。まあね。うん。今日もなんか、なんだっけ、そうたくん。うんうん。そうちゃん。8歳？そうそう。にね、ねえ、大丈夫この店員さんってすごい言われてたけど。そうちゃんに言われたの。男さんもいた？うん、一人でいた。そうちゃん一人だったの？なんかレースの車買いに来てたよ。あ、そうなんだ。うん。すごいな、そうちゃん。そんなお金あるんだ。この町で1位になるためにって言って。そう、レースで1位になる、レーサーになるためにこの町に来たんだよ。そう、それで、なんか、私まだその時レースの免許取ってなかったからさ。うん。俺は一発で受かったけどねってめっちゃ自慢された。一発で受かったんだ。すごいね。それはすごい。うん、私も本当は2回だけど、うん、私は一発で取れたわって言おうかなって思ってる。そんなかわいそう。8歳相手にマウント取らないでよ。8歳だよ相手は。すごいねーって言っとけばいいじゃん。そっかそっか。いや、面白いけどね。私も2回だったな。なんか、うん、いや、でも、2回脱輪、2分36秒だった。うん、あ、ほんと?1回目ちょっとね、うん、スピードを意識しすぎて、14秒余ってたけど、うん、最後出ちゃったんだよね。もったいない。ね、惜しいって言われて、うん。もう1回今やっていいですか？時間ありますか？って、いいよって言われたから、取ってきた。うんうんうん、もうちょっとしたら戻らないと。うん。また石洗い終わんなかったね。でも強制瞑想の前に戻んなきゃいけないから。
そっかそっか。そうそう。そうだね。もうちょっと早く削って、うん、そう削って打って強制瞑想に間に合わせるっていう。あ、飛行機だ。強制、うん。あ、飛行機飛んだ？飛行機が向こうに飛んでってた。すごい音がした。そうだよね。ここ。よし行こう。オッケー。だって水着も用意しなきゃでしょ。水着でも3時って言ってたよ。3時ってことは、まあでも3時になって水着買いに行っても間に合うのかな。私一応水着自体は持ってるけど、足元だけ変えたいなって感じ。シリーちゃんは水着持ってる？持ってない。じゃあ買わないと。これ水着ですって言い張ったらダメかな。買うか。まあ別に言い張ってもいいとは思うけど、本人がいいなら。でもそんな3時ぴったりに行かなきゃ。あ、待って、私ピン刺してなかったわ。8099ってどこだ、そもそも。でね。ピン刺さないと、私。道わかんないのに。あ、ここか、海沿いか。あ、でも結構街中だね。そうなの？うん。街中っていうかの遊園地の。うんうん。手前の砂浜みたいなあたり。はいはい。あ、あの辺ね。うん。魔女カフェのちょい上ぐらいかな。うんうん。急げ急げー。レース出たことある？あるよ。どう？お金稼げるの？あれお金は稼げる。ゴールしなくてもエントリーしてゴール万が一できなかったとしても1万円はもらえて、うん、ちゃんとゴールできたら出場した人に出場した人数で賞金は高くぐらいがもらえるかな、まあ、1位の人のはちょっと多めにもらえてると思うけど。それってどんぐらい？10…うんと、レースによる。レースによるから。一番下は何？ C 体？ああ、うん、うん、そう、C 体。C 体はね、バイク。車でも C 体出れるやつもあるみたい。よし、また閉じてくんない扉。ほんと困るわ。なんだろう今日。開けっぱなし。お行儀がね悪いわ。まあシリリちゃんだからどういう意味？いえ、シリリちゃんだからいいよ。あ、いいいいよ。あれ、そっち出た。なんで大丈夫？なんかさっきもあそこで転んだ。なんかつまずくとかあるみたい。私よし、シリーちゃん。ではサファイア、はい、サファイア、ダイヤモンドの順ですね。はい。金は？金はダメ。今日は、はい、今日っていうか今はね。サファイア、うん、サファイアから始めて、サファイアがもし早く終わったらダイヤ。はーい。13個しかないから終わりそう。20分あるからサファイアとダイヤは終わりそう、うん、で時間にもし余裕があったらダッシュで水着、うん、はい。でも3時ぴったりに行かなくても絶対大丈夫だから、3時の強制瞑想明けに水着でも大丈夫だよね。番号が分かれば買えるかも。
あ、メンス明けって感じだからみんなすぐ4から行くのかもね。うん、だからそんな3時ぴったりじゃないから大丈夫。お金いっぱい稼げる仕事ありますかって言ってる人たちが結構いるな。うん、まあ結局鉱山か、誰も合わないね鉱山。そうだね、個数少ないんだったら全部できちゃいそう。なんか意外と早く終わっちゃいそう。私もそんなに個数なかったまあでも早い方がいいからね、間に合わないよりは。薬局オープンだって。あ、おかゆ売ってる、かわいい。薬局、うん、あ、薬局あるよ、あの魔女カフェの近く。ブッククーラー、かわいいな。あ、のど飴売ってる。私結構叫ぶからのど飴いるかもな。叫ぶ叫ぶうん、早いな、カット。サクサク終わりそう、早めに出たのに。そう、苦節4ヶ月ついにコンビニが黒字化しましたって。ザチキンさんね。ああ、こんなにかかるんだねやっぱり。そうだね、間に合いそう、間に合いそうっていうかもう結構サクサク終わってるから早くここ出れちゃいそう。うん、もっと石洗ってても大丈夫だったね。金とか、うん、金やってもいいけど、金をもし売るとしたら、うん、そのサファイアとダイヤ以外は3時の瞑想明けがいいかもしれない。その金額がさ変わって高くなってるかもしれないからね。じゃあ水着を買って、ドリルビット壊れるね。うん、賞金約140万分みたい。あ、間違えて見られてやつ。あ、やばい、ご飯食べないと。めっちゃ血出てた、ご飯食べてなくて。え、出血するんだ、ご飯食べてないと。そう、死にそうですよって教えてくれる。どうしたの？ツイッターのトレンドってあるんだと思って。そうだけど、トレンド実際なんでトレンドになってるかわかんない人もいっぱいある。見たことないタヌキカフェトレンド。タヌキカフェ、うん、聞いたことないのに。聞いたことないのに。終わった？ファイヤーとサファイア終わった。ほんと時間あるから他のやつもできちゃうよ。そうか、うん、他のやつやっといて3時の強制瞑想の後に価格を見てルビーとエメラルドが上がってたら、その2つは3時の強制瞑想以降に売るみたいな。まあ、全然時間あるからゴールドもできるよ多分。ゴールドやっちゃうのはありだと思う。3つできるしね。ね、
あ、遅くともここ50分には出ようね。結構あるね。そうだから指輪も全部いけるか、できそう、うん、うん、全種類いけそうで、うまくいけば水着もいけそう欲張り、うん、あのね、質屋さんの近くの、うん、駐車場に入れちゃえば、うん、起きたらすぐに質屋さん確認できるから。なるほど、この辺駐車場あるんだ。うん、シリリちゃんすごいコミュニケーション能力がさ、すごい高いよね。そんなことないよ。なるよ。じゃなかったらなんかまだ街に来て1週間とかでしょ。それぐらいでさ、もういろんな友達ができて、いろんな人にお話しして、で、そんなことないよ。いやすごい、だってみんな話しかけてくれるじゃん、最初のあれの時。うんうん、だけ確かにね、最初すごい話しかけてくれるよね、うん、でもこんなあれだよ、約束して一緒に作業行こうみたいにしてるのモンローさんだけよ。本当ありがとうございます、うん、まあ、同じ趣味そうこれね趣味なんだよね結構私わかる。でもなんかね、うん、お金儲かるし楽しい。楽しいよね。なんか黙々とやりながらおしゃべりとかして、おしゃべりしてれば早く終わるし、うん、なんかいろ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 いいんだよこれ。一番お金入るし。そうだね、うん、やった感がある。でさ、ちょっとでも高い時に、まあ高い人に売ってもらうっていうのをやると、うん、お金ほんと1回で結構いける。なんか1時間ぐらいで、その車がパンパンになるまで、うん、だからトランクに50個詰めて、手持ちも50個で約100個ぐらいやったら、うん、700万とかぐらいはいくと思うよ、うん、その1万いくらとかで売っちゃうともったいないから、これはだいたいこれぐらいの値段みたいな自分の最低ラインを作って、うん、でどうしても今日売りたいって感じだったら誰か人連れてって、うんうん、その人に金額見てもらってっていう、うんうん、のやれば誰かは必ずすごい高い人が自立もだね、うん、いるから何人かで質屋さん行くのはありだよ、うん、だってさ2万3000円で売れるものを1万いくらでシリリちゃんが売ってるみたいな感じだったから、それもったいないじゃん、うんうんうん、まあちょっと人に頼むのは手間だとは思うけどね、うん、アパートのスタッシュ、うんうん、に入れておけば、でどうしてもお金が必要だってだ、売らなきゃ生きていけないって時じゃなかったら、うん、その日に全部売らなくてもいいかなって、うん、今日質屋さんです、なんか 4K のゴールドがあるみたいなこと言われたんだけど、誰に？有坂さん。へえ、そうなんだ。でなんかちょっと、え、そうなんですかって言ったら、うん、ああみたいな感じ、ああなんかなんで私が知ってるかどうかをなんかチェックしたみたいな感じの雰囲気だった。ああ気をつけてなんかいい人ばっかりじゃないから、いやわかんない、有坂さんは私わからないから。そっか、うん、質屋とかクラフトのところにいる人はいい人とは限らない人もいるから。そうね、昨日ね、うん、ネギオンで最初会って、うん、今日の衛生街でうちのガソスターで会って、誰と？有坂さんと。あ、うんうん、
って、質屋に行ったら、質屋なんか気づいたら後ろにいて。え、怖い、怖い、それ、普通に怖い話じゃん。それ、ストーカーじゃん、普通に。ストーカーの話聞かされてる感じだった、今。また会ったと思って。いや、だから偶然を装ってる可能性あるじゃん。そうなのかな。え、また会った、また会ったって、だんだん好意を持ち始めて、信じちゃうみたいな。いや、好意はないけど、なんか 4K のみたいな感じで言われて、なんか聞いたけど、なんか教えてはくれないんだ。なんかおにょおにょみたいな感じで出てった。出てった？怪しい、すごい怪しいじゃん。なんだったんだろうみたいな。まあ、はたからちょっと聞いた感じだと、シリリちゃんを利用しようとしてちょっと近づいてきてる感じ。なるほど。じゃない？どういう風に利用価値があるんだろう。わかんないけど、なんかこういうの採取するのとか好きとか言うんだったら、そこの目の前のさ、鉱山の前のところでさ、ちょっと採取してそれ買わしてって言うのかもしれないし、なるほどね。まあ、何かわかんないけど、クラフトが好きなんだったらみたいな。うんうん。買ってくれるんだったら嬉しいけど。まあね。うん。どんな人かわかんないけど。終わっちゃった。手伝う？どれぐらいあるんだろう私。ちょっと見るね。あ、ごめんごめん。あれ終わってなかった。金終わってなかった。危ない危ない。指輪。シリリちゃんすごい喉からカチカチ音めちゃめちゃ出てた。え、嘘。カチ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 。なんだろう。喉は大丈夫？でもやっぱ喉飴買った方がいいかもね。そうだね。薬局行った方がいいかも。じゃあ後で3時の瞑想の時終わって海行く時に。薬局行ったことないや。私もまだ行ったことない。最近できたの？そう。めっちゃ壊れるんだけど。呪い。これは壊れるもん。え、なんかすごい壊れるじゃん。泣いちゃう。あともうちょっと。多分。全種類いけるね。あと9分。9分は本当にギリギリ。でも大丈夫だね。うん。かかんなそうだし。あ、ドリルビット。ドリルビット。ゴールドあと2。あと2で終わりだったわ私。これで終わりかな。手伝う？手伝おうか。あ、どうかな。ちょっと待ってね。うん。え、壊れた。あ、じゃあ三個。三個、はい、了解です。いい、三個。つまり指輪九個ってことね。はい。
終わりました。ラスト。じゃあ9個指輪渡すね。はーい、ありがとう。はい、おーい、終わった？当たった。よし、じゃあ急いで帰ろう。ブリルリットちょうど30個使ったな。高いね。この血そう？そう、私の血。シリリちゃんの血。うん、新潟だよ。ね、なんでサンダルなのにこけるんだろうね。なんかちょっとジャンプしたりして遊んでたからかな。それですね。あ、もうドアすらも閉めないみたいな話。閉めたつもりある、シートベルトしてんのに閉まんない。いいよいいよ、大丈夫だよ。走り出すとね閉まるから。ほんとだ、うん、こっち側、ま、窓がない。割れてる？割れてはなさそう。なんかない。え、バリバリはしてないよ。綺麗にない、うん、綺麗にないね。なんでだろう、うん。オープンカー的な枠組みしかないよね。うん、綺麗に抜けたのかな。風が気持ちいい。よかった。でもちょっと今日霧がすごいね。え、初めてかも、うん、こんな霧っぽいの。怖いね。なんかどう、ホラー映画みたいな。あ、確かに前がちょっと視界が見づらいから運転気をつけて。そう、気をつけます。私うまいわけじゃないから。いや、私よりはもう全然うまいよ。でもレース免許取れてるんだから、ちょっとなんか窓から、うん、手出してたよね今ね。手はね勝手に出ちゃうの。なんだろうね、どうした、わかんない。うわー、警察だ。あれ、なんか指立ててないこと。指立ててるよね。なんかその日はなんでこうなっちゃったの。指立てられてる。何もしないのに体が勝手に、体が勝手にっていう嘘つかれて、私今指立てられてる。どうしたら、どうしたら。いや、それね、降りると治る。じゃあちょっと立てっぱでいい指。すごい嫌だけど、しかも窓から窓から外の人に向かって指立てんのとか本当にやめてほしいけどね。今警察行ったから怖いから。そうだよ。しかも窓開いてるから見えちゃうんだよな。警察に煽ってるって思われちゃうじゃん。そうそうそう、嫌だよ。内側向いとこ。外に出すよりは。内側向くって、内側向くってことは私にやってるってことだからね。うん、でもあれでしょ、警察とか外にやるよりは良くない？ギャングの人とかに絡まれたら嫌だし。そうだね。うん。致し方ない。ああ、やっちゃってる、やっちゃってる。出ちゃってる。全然内側じゃないじゃん。いや、カーブしたら。あ、カーブしたらね。いや、だから遠心力で外に。体が出ちゃった。遠心力で外にいきなり中指立てる人いる？で、ちょっとびっくり。いやー。怖い、怖い。遠心力を言い訳にされたわ。ごめん、前の車。なんも。なんか内側に向くぞっていう強い意志を込めないと、うんうんうん、ぼーっとしてると外に向いちゃう。カーブ、きついカーブ曲がると外に体が向いちゃう。なるほど、うん、はい、よし、早く着いたね。あ、治った、治った。あ、じゃあ中で、あ、ごめん、私が売るんだよね。ちょっと待ってて。ちょっとね、石を一個ずつ、宝石を一個ずつ取っといてるから。は少な。よし、オッケー。
サファイアを売ります。あ、私ゴールドリング 22,783 だから私が売った方がいいかも。うん、じゃあちょっと待っててね。はい、とダイヤモンドを売る。まあエメラルドもこれ売っていいのかな。でもエメラルドもうちょっと高い時あったからな。 OK、 じゃあ私にダイヤ、はい、ダイヤ15ください。ちょっとまた計算してもらってもいい？ OK、 15×3732、37322ね。はい、じゃあ15個売ります。559830。はい、はい、じゃあ分かんなくなっちゃうから一個一個振り込んじゃいますね。はい、金額が559830830で、 ID が205205。はい、ダイヤも終わり。はい、続きまして、どっち？エメラルド？どっちでもいいよ。エメラルド10。あ、エメラルドじゃない。リング？あ、サファイアか。サファイア、サファイア。サファイア13。はい、ください。お願いします。13×。はい、サファイアは23880。はい、はい、310440。はい、それもじゃあ先に振り込みます。はい、205でね。205ね。205に310440440。はい、送りました。いった？はい、来た。はい、来た。あ、時差、怖。時差あった、今。あれ、あとは何言ったっけ。あとリング、ゴールリング、リング66。はーい、ちょっと待ってね。なんか遅い、危ない。ゴールドリングの金額が22783。はい、はーい、66売ります。1503678。はい、はい、 ID が205205。金額が、はい、150303815036788。はい、はい、お、送るを押したけど、はい、たー、OK。 じゃあ残りのやつはまた3時の瞑想の後にしよう、うん、時間はあと数分。どうする？これは水着チャンスじゃないですか。水着チャンス、水着チャンスしましょう。服屋どこにあるの？服屋今ピン刺した。あ、くるくるしちゃった。急いで、私水着持ってるからその番号にする。あ、でも私の水着ね、ちょっとすごいセクシーだからね、参考にならないかもしれない。いいよ、なんでも水着だったら。腕の調整しなきゃいけないかな。ないと思うんだよな、多分。腕の調整はあるね、そうだね。これかな、ここ。
近い。トップスと下で分けなきゃいけない。私先にもう着替えよ。いつもと違うところだと分かんない。あ、ここトップスあるよってことはどこだ。あった下なんだ。ちょっと待って、私ね着替えのところ見たいんだけど、どこにねチェンジがあるか分かんない。あった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 。あった？ない。じゃあちょっと待って、下は15番、はい、15。おお、はい、色をどうしようかな。でトップスこっち。トップスこっち。はい、ここ15番。15番。それ全く私と同じだけど大丈夫？あ、じゃあ色変えるか。なんか全然なんか体が透けてる。体が透けてる。あーってことは腕とあとは肌着？いけた。うん。色変えよ。T シャツ15。あんまり種類がないね。あ、あったわ。うん、あれなつにしよう。うん。下半身も色変えたら。ね、うん、56分です。急いで。15番の色変え、これかな。ああ、それじゃない、それかな。いや、オッケー、オッケー。なんか違うような気もするけど、行くよ。はい、よし、じゃあレギオンに戻るよこの格好で。どうする、私たちだけさやる気満々でさ、まだみんな着替えてなくてさ。痛いよ。だってレギオンでこの格好してると毎回どうしたなってなっちゃうと、そう毎回それ普通に法律違反じゃないのって言われる。私水着だから下着じゃなくて、そうって私も言ってるんだけど、うん、なんか言われる。これね、うん、自分で瞑想行った方がいいよ。じゃないと5分前に巻き戻されちゃったりするから、たまに。オッケー。危ない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 。落ちた。うん。なんか自分で。よし。あ、みんな水着だ。よかった。やった。よし、じゃあ自分で。後ほど。後ほど。またね。またね。はい、おやすみ。レギュレーションです。はい。あの確認してただけです。はい、小川平は主催者として、はい、リグレーションをしっかり守っただけです。はい、はい、別に、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫ですね。じゃああと2分待って。参りましょう。観測ありがとうございます。みんな起きてますか。フォロワーさん1620人もありがとうございます。今は1700フォロワーさんを目指して
毎日配信を続けております。今日でなんと60日連続配信です。頑張りました。でもね、楽しいから全然続けられちゃうんだよね。苦じゃないからね。まあ、今日で60日目です。明日でちょうど2ヶ月になるのかな。6月の10日に始めたので、音楽ないと寂しいですが、あともう1分だから音楽なしで今日も早く寝ようと思ったのに絶対早く眠れないんだ。3時になりましたね。では戻ります。ちょっとじゃあ画面をね戻しましょう。OK、 みんな起きてる？みんないてくれると信じて。まだかな、もういいかな。肩が痛い。はあ、今日じゃあ脇尾さんのそのイベントで遊んだら寝ようかな。新しいイラストも可愛いね。クロスも。あ、ダメだ。321になっちゃった。しまった。落ちるよ。早かった。3時。ミケクジラさん、こんばんは。おは、おは？そっか、3時っておはようか。おはよう。え、今日強制瞑想ないとか？もしや。強制瞑想ない日だったの？もしかしてない日だったのかな。おはようございます。はあ、ね、イラストかわいい。そうない、もしかして。あら、おかしい、私いなくなってる。もう一回行ってきます。私のキャラクターがいないってなってる。マジ姉さんフォローありがとう。インドラさんもありがとう。なんかおかしい。
あれ？違う違う、本当ガチですから。本当に。あら？聞いたね。今日強制瞑想なかったのかもしれない。なかったみたい。ね。出ない。うん。私はまず泳げない。あ、泳げない。え、でも泳げない。よし、じゃあ行こっか。え、泳げない、うん、ってなる。あ、いた。ワキオさーん。ワキオ絶対出るやん。ワキオさーん。はいはい。何をするの？ね、普通に行ったらわかる、現地に。わかった。もう行くよ。はーい。じゃあ皆さん行くという方は、8099、8099まで。8099、了解でーす。はい、お願いしますよ。はーい。ああごめん。誰か電話だ。8099。ごめん。はい、送ったよ。オッケー、センキュー、助かったー、うん。ありがとねー。かっこよー。80。あ、ごめんなさい。99。座れない。わきお、わきおと西野かなんかブン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 。オッケー。ひびちゃんも行くのかな。誰ちゃん？ひびちゃん。ひびちゃん。事故で。ひびちゃん。この車なんと二人乗りなのです。そうなんだ。じゃあ違う車で行こうか。いや、担ごうかなと思って。多分ね、警察とかが来るかもしれないから、ごめんね。あ、そうなんだ。そう、警察とかがイベントだから警察とかが来た時に、うん、担いでるとダメなの？そうだよ。え、そうなんだ。そうだよ。知らなかった。あ、4人乗れるやつあるって言ってるから大丈夫だと思う。大丈夫か。うん。担いでたら、あれ、乗車人数ダメなことしてるってこと？そうそう。へぇ。見つかったら、見つかったら、逮捕じゃないけど、免停になっちゃったりする。え、厳しい。そうだよ。信号無視は怒られないのに。信号無視は法律ないもんね。そう。すごいとこに車あった今。どこ？なんか真ん中？真ん中？あった？道路の真ん中に車があった。うん、全然見てなかった。これでこっちに行ってガソリン大丈夫？そう、ガソリンやばいなと思ってた。この先にあるやつかそしたか。あ、なつないか。ある？ないね。ないね。あ、うちのガソスタがここにあるけど、8141これね。あ、じゃあ行っちゃおう先に。もうすぐガソリンなくなっちゃうからなねえ、消費早い。うん、初めて行く。あ、そう、本当？コンビニのとこ、うん、あんまこっち来ない？猫カフェにたまにぐらいかな。うん、ここ左？だね。うん。うん。ここそこ。ああ、知らなかった。へえ。ここか。これ遠すぎる？これでも許してくれるかな、これ。あ、入れれそう。じゃあ満タンで。今日6人ぐらいお客さん来てた。
ほんと、よかったね、うん、あ、ごめん。トマトちょっと。いいえ。満タンにしていくわ。ありがとう。瞑想したのに、ドア。ね、瞑想したのにさ、ドア直らないんだね。なんでですかね。今日はなんか死にたくない気分なのかも。まあね。うん、そういう時もあるよ。ね。あー、ジェリカンコンビニで買えなくなったの本当に。ね。みたいな。でも私は来た時からもうコンビニはなかったから。あー、そっか。じゃあ別に、うん。これが普通みたいな。そうだね。あー、なんか私現金いっぱい手持ちにあるのちょっと嫌だな。預ける？そこコンビニの中に ATM あるよ。え、そうなの？ちょっと預けてきていい？うん、で左。はーい。え、1000入ってる。おお。お待たせー。オッケー。いつも私もそこで ATM 使ってるから。あ、そうなんだ。うん、初めてコンビニの ATM 使った。なんかパスワード聞かれなくなったね、ATM。そうだね、うん。なんでだろう。いらないよね、でも実質。うん、いらない。すごいセキュリティが厳しかった。頑丈だから。うん。いや、ガソリンがいっぱい入ってると安心感が違うね。安心感違うわ。この先か。ここ、この辺から入っちゃえばいいのか。あ、あれか。すごい、めっちゃ人いる。めっちゃ人いる。警察来てるのか。ほら、やっぱ警察いるね。いったでしょ。ローションぬるぬるちになりました。え、やりに来たんか。行こう。わ、すごい人。放牧がこんなとこ来て。放牧言うな。警察の服脱いじゃん。はい、脱いじゃん。脱いじゃん。お話を聞いてください。はい。お願いします。そうですね。まず最初にじゃあ男部分から始めますので。はい。まず女の子たちはじゃあまあ応援ということでよろしくお願いします。はい。で現在男、じゃあここですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、OK。なので最初じゃあこれか。まさかの呼ばれた方こっちください。なべ、私こっちだったかもしんね。ラグランジュ。さあ、女の子の体いっぱい。現実そんなナルト対サスケみたいな。ミミスクもいるの？私の体だけ見て。ちょっと体はいいけど。めっちゃみんないいことしてるよ。クズ。電気消せば大丈夫だよ。こちらの消してる。ここの国だからみんな。はい。おお、大事です。この辺で見よう。あ、シリリちゃん見よう。どこから応援すんのこれ。パルクルは禁止です。パルクルは禁止です。ジャンプも禁止にした方がいいんじゃない。はい、ジャンプも禁止です。はい、己の僧侶のみで。はい、ジャンプとパルクルは禁止です。
ジャンプとパルクール禁止。私できるのかな。スーパーシャウトにしてほしい。スーパーシャウトだよ。スーパーシャウトよ。ミミズク、ミミズク頑張れ。ミミズク応援してる。滑るしかないな私は。あ、ミニアさん、こんにちは。こんにちは。皆さんレース始まりますよ。行きますよ行きますよ。それではありがとうございます。第一レース走りのみの、ジャンプパルクールは禁止。走りのみね。そんな難しい。それでは行きますよ。走る。位置について。よーい。すごい。すごい。すごい。ちゃんと難しそう。本当難しそう。すごい。なんで朝日やばいんだけど。マジ。万歳早いの。1位はドリーさん。男たちの背中眩しい。はい、チードリーさん。事情があるみたいな。ちゃんとなんかちゃんと対策してるの。何このヘリ？おもろそうだな。ヘリがみんなローションを塗りたいんだから。第2レース行きます。できないんだけどね。なんかみんな。みんな巻き込んだ。なんだろハンズアップ。あっち行ってください。あっちからこっち走りましょう。あっちから向こうから向こうから。手挙げると早いの？音調早いかも。おまじない。おまじなのそれ。絶対関係ない。絶対関係ない。ハートハート作っとこう。頑張れ。マジ頑張る。どうやって手を挙げるの。ハンズアップ。パフォーママジ優勝だぞ。ハンズアップ。食費がかかってるからな。それか。ハンズアップ3。頑張れ。すごい。ノリノリだ。みんな皆様と同じ。怖い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 。ゆらゆら。なんだこれなんだこれ。もうまっすぐ走るだけ。あのパルクールとジャンプ禁止だって。あ、そうなんだ。あわれ。まだ走ればいいんだけ。なんでみんな、あ、それ完成ってことね。なるほど。向こうからこっち桃源郷じゃない。第二レース開始します。走るだけ。私たちが待ってるよって。あわれ。だいぶ集中聞こえてない。完全関係ないよこれ。楽しい。すげえな。雑魚がまだあがいとるわ。むずいね。エボシさん、エボシさん、すごかったね。最高な彼氏。うちの食費が取られそうになる。え、これ優勝いくらなの？すごい。まだゴールできない？おっそう。めっちゃ遅くね。ね、まだスタート地点になって一人。え、スタート地点なことある？何が起きてるんだろうな、アカシア。なんでなんで？すごいことされた。いつまでやってんのお前。見えない壁あるやろ。もう終わっていいよ。ゴールしていいよ皇帝。ゴールしていいよ。待って待って、スタート地点ってどういうこと？まだスタート地点。なんか海から引っ張られてる。遅いな。諦めろ雑魚。あれカシヤくん。なんか呪いかかってるって。レスキュー行ってる。レスキュー。弱いな。強制タクじゃない。もうダメじゃねえ。強制タクだわ。カーソできなかった。さっきまで結構いませんでした。もうゴールスにいるよ。リタイアです。リタイア。悲しい。もう実数はね、大したことわかんないよ。ああなるかもしれない。レレレ。ということで、男ここがもう決勝戦です。先ほどの須藤選手、そしてミンドリーさんかな。
はい、頑張れ。これどうですか、いますか。腕を使って。じゃあ、これ向こうから来るの難しいのかね。どうなんだろうね。まあ、まず食費だからな、食費。こちらの優勝者が1000万取れます。で、言うと、そうですね、じゃあドリーさんから、じゃあ、そうですね、じゃあ意気込みをお聞かせもらえますか、皆様に。声ちっちゃ。いや、もう須藤さんは僕の先輩なんで、先輩超えてきます。はい、ドリーさん俺の後輩なんで後輩ぶっ潰します。頑張れー、いったれー、あっちから行きましょう。頑張ってー、いってらっしゃい。でもこれ逆の方が難しいんです、来るの難しい。そうなのかな。やりましたけど行きの方が簡単でしたわ。あ、そう、あ、そうかい。そうなんだ、帰りの方が大変でしたね。ことはウィンドリーさんちょっと不利ね、知らないから。あ、確かに確かに確かに、帰りの過酷さを知らない。帰りの早い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 、すごい、すごい、あ、いい勝負、いい勝負、いや、すごい。いいね、いいね、頑張ってい, いよ。すごいローションしてる。ナイスローション。あーあー、すごーい。おめでとうございます。すごい。優勝、男子部優勝は須藤さんです。須藤さんってさ、レースだけじゃないんだね。ね、レースだけじゃないんだ。すごすぎるよ。今日は157番です。エボシさん、やったね。ねえ、やったねえ、ボスさん。いや、これでいい飯食えるわ。須藤さん、かっこいい。うまい、いい飯食いてえな。ししたレディーズ&ジェントルメン、こちらが本番です。お待たせしたかもしれません。女の子、今何人いる、これ。端によ、並ぶ、ちょっと女の子がこっち寄れる。はい、並びましょうか。うん、はい、お願いしますね。最高。すごい、が最高、西野が最高。みんなさ、みんなさ、黒い水着だな。あ、ヘスティア。確認します。ちょっと。ヤホ、救急隊おめでとう。はい、横一列で。すいません。私は落ちちゃった。人数確認、人数確認。おっぱいの数確認。はい。ラムネ。はい、ありがとうございます。ラムネ、ラムちゃん。横一列よ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、すごい数えてるね、これ。一人称視点でねっぷり見てるわよ。あ、舐め回してんな。そうだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。じゃあ566でいきましょう。じゃあちょうどこのジャムネーから数えて1、2、3、4、5、じゃあくるみちゃんまで最初第一です。はーい、ライバルじゃん。それ第一ですの方はあっち行ってください。あっち行ってで、頑張ろう、頑張ろう、すごい焚き火ある。本当だ、ジャムネーには勝ちすぎな。あ、どうなんだろう、でかい方がいいかもね。これさ、シフトの筋肉とダブルの筋肉のみ。どっかで、パルクールとジャンプは禁止つけた。シフト無理じゃない？シフト無理な感じ？やったところで多分。あ、本当？わかんない。やってみたことないからわかんない。いや、うん、でっかくしてる。シャウト？スーパーにするか。じゃあスーパーシャウトした。の方がまああっちも聞こえてていいかなって。はい。スタートラインはどこ？ここの黄色いとこ乗っていいですよ。乗っていいの？はい、乗っていいですよ。え、そこはそんなにルイちゃん行きすぎいいよ、もうギリギリになってるけど、まあだいぶね、みんな同じ感じで、この上乗っていいんだ。乗っていいですよ。あ、ここ行ってルイちゃんもその上、もうちょっとルイちゃんあれかな、色のところで、そうそうそう、そこらへん、そこらへん。 OK、 うん、はい、まあでもね、あんま変わんない、スタートラインマジで転ぶから。そうだよ、はい、はい、それでは泣いてもらっても、ここでは1名しか選ばれません。はい、怖い、はい、それでは振るって頑張ってください。いきますね。はい。パドハイの銃声の合図でいきます。はい。はい。いきますよ。腕でいきます。意志について。うん。よ。おお。Let's go。
うわっ、おー、すごい、耐える、耐える、あー、これむずくね、え、難しいぞ、これ、え、待って、難しい、あー、待って、あー、このローションです、これ血なの、やだ、あれ、あれ血は嫌だ、やばい、全然進めない、進めなくない、あーダメだ、私左から右手、なんでこんなぬるぬるになるのよ、待って全然進めない、え、全然進めない、全然進めない、あ、どこの、待って待って、うわっ、うわっ、どうやって行ったの、え、待って待って、ジャムネ1位じゃない、ちょっと、ねえねえ、まっすぐ進めないよ、え、まっすぐ進めないというか、後ろしか行けないんだけど、どういうこと、待って、どうしたらいいのこれ、全然進めないんだけど、わかんないね、これどうやって進むの、いや、なんか前に行って、待って、ルーちゃんもうそれ難しいけど、え、私これダメだ、ごめん、いた、あ、待って、これさ、え、待って来ないでじゃないよ、待って、私お腹空いてる、私お腹空いてダメだ、あ、食べて食べて食べたい、ちょっと待って、これ、わかったかも、え、わからない、あ、わかった、待って、私無理だ、ちょっと待って待って、待って、ね、待って進めない、進めないよ、進めないよ、進めないよ、進めない、これギブアップしていいの、無理だよ、進めない、戻されちゃう、戻されちゃう、待って、戻されちゃうよ、まっすぐ歩けない、あ、ちょっと待って、あ、もうごめん、待たせてごめん、本当に、あー待って、もう本当にごめんなさい、ごめんね、待って、もうちょっとな、もうちょっとなのは分かってるんだ、あー、いけないよー、ギブアップしたいよー、ギブアップしたいよー、あー、戻されちゃう、戻されちゃう、あ、あ、どうしたら、どうしたらいいの、これもギブアップしていい、ここから、あー、あー、ダメだ、ダメだ、ダメだったわ、全然ダメだった、あー、あー、ただいま、ただいま、すごい筋肉痛、筋肉痛、すごい筋肉痛、よくわかんないとこ筋肉痛になる、筋肉痛になった、背筋すごい、背筋、めっちゃすごかったよ、いや、いや、なんかさ、後ろに戻っちゃうよね、わかるわかるわかる、マッパママ違うわ、なんか最後わけわかんなかった、最後なんか力でいったね、確かに、ジャムね、いや、ジャムね、すごかった、うん、なんか最後勢いだったもんね、貫禄あったね、びっくりした、頑張れ、さすがジャムねだわ、ゾーン入った、勝てねえわ、勝てねえんだわ、ジャムネには、え、その掘り物色入ってないんですね、かっこいいんだわ、ジャムネは、すごく歴戦の選手たちみたいになってるんだこれ、いや、あんまねー、なんかミカちゃんめっちゃ来る、いやでもあれね、戻されるんだよ、あー、ぬるぬるしております、いいね、いいよ、いいよ、いいよ、男全員カメラ構えてるわ、ほんとだ、本当だ。これはもうね。え、こっちなんて双眼鏡で見てる。ありがとうマジで。やば。楽しいよこれ。頑張れー。勝つだよ。頑張れー。ぶつかってる、ぶつかってる。パンツ脱がせろ。バカバカバカ。バカバカバカ。すごい。グッて掴んで下にずらり。キャットファイト、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 キャット
ップが西野を追いつくと後ろに行っちゃう。西野西野スタッフ西野ずっと中で西野危なこと言えたおっそおっ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 おモナビチモナビチモナビすごいモナビすごいナイスあたしと同じ人逃げたよ逃げたやつおるわ一人逃亡したな諦めた人おるわ諦めたねあ帰ってきた帰ってきたラスト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 ナイスナイス頑張れ頑張れあともうちょっと西野急に目覚めたおいよ急に生えてくるんだよちょっと出ちゃったよ最後ねミラクルキナコちゃんキナコちゃん可愛いあ一気に見られた早い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 ですよ難かっためっちゃ難かったね頑張れレイナちゃん久しぶりあともうちょい頑張ってあれね横行っちゃうんだよなあともうちょいよすごいトリッキーみんなあそこまでさ進めるのがすごい頑張れ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 あともちょいすごいいいな2レース目はモナビ2レース目はモナビですそれでは3列目、3列目の方あっち行ってください。はい。めっちゃ難かった。難しかったね。むずい。めっちゃ難しいな。ミンドリーさん、やりましたわ。いや、入れ世界があったわ。そうやんね。髪型も変えたわ。入っとったね。髪型上げてきたもんね。そう、一回成功してもらったもん。ミンドリーさんは髪縛って。勢い余ってな。こういう人いるもんね、マジ。頑張ってー。イエーイ。ちょっと次も応援しといて。頑張れ優勝いくわモナピイエイエイちょっとエボシさんでの面積多くないダウンまで来てるからな彼氏いるからあそういうことそういうことかがないよそういうこと普段の面積あんまないくせに本当ダモちゃんだ声消えた声消えたお、来たかすごいすごいかのちゃん頑張りあ、でもエボスさん早いどうしたどうしたエボスさんおーいすごいねエボスさん早いなエボスさん上手エボスさん初めてすごいいいねいいねすごはいはいはい早い早い早いえ、すごい！ぶっちぎりやん。すごすぎる。頑張れ頑張れ。すごい。早いね。早いおっさん。めっちゃ早かった。すごい。すごい。あれオレンジの誰だ？トーマが見てない。レイナちゃん。このレイナちゃん。あ、レイナちゃん。わしりりちゃんも頑張ってむずいよこれほんとむずいむずいよ頑張れ頑張れ諦めるな頑張れナナちゃんもうちょっとおめでとうあともうちょっと頑張れゴールしたかったな3人が混戦ドリドリ状態最高だ最高だ最高だあこの絡み最高だめちゃめちゃ喜んでる最高じゃねえかはいあれ誰だちりりちゃんローションだけめっちゃ滑り苦戦してるなダンスの部分終わったおおおおお頑張ってる頑張ってる頑張れ頑張れこれはリタイア入るか頑張れ頑張れ頑張れあじゃあ男の子の部分終わっちゃったんだよねもうあリタイアチリリちゃんチリリちゃん大変だよね私も無理だった
ゃん。私も行けなかった。めっちゃ早かった。めっちゃ早かった。めっちゃもろいから。全然もろかった。さあ、それでは、今から呼ばれる人前に来てください。モナピ。任せろ。頑張ってくるから。第3レースも欲しいです。頑張って。最終レースはジャムネモナピエボシ。行きましょう。ではあちらへ。エボシ様頑張って。王者の風格。王者の風格。はい、泣いてもらっても最後よ。こっちから見よう。すごいな。すごいな。頑張れ頑張れ。強いな。誰が勝つ？個性がすごい。ジャムネーでしょ。ジャムネーじゃない。エボシさんかな。女性の優勝者と男性優勝者と脇尾さんの3人で勝負してほしかったわ。なんかあの攻撃力高そうな女性3人が。確かに。どういう意味？確かに。みんな個性が強い。みんなやるとやった、ね、早かった。ジャムネーとエボシさんめっちゃ早かったんで、スポットライト浴びてるな。最後かっこいいな。すごいね。始まるぞ。カメラアップにして。オーションマスター私って言ってんじゃん。コーヒーマスターってオーションマスターっていうレースになっちゃうじゃないか。お、来た。頑張れ。あ、でもエボシさんが接戦だ。エボシさん、早い早い。ジャムネーがやばいぞ。どうだ。ちょっとだ。エボシさんがリード。おお、エボシさんすごい。早い。早い。エボシがマジで早い。ジャムネーだってしちゃって大丈夫な時に。エボシがマジで早い。姉さん早いぞ、エボシの姉さん。あ、でもどんどん後ろに戻ってっちゃう。いやでも近づいてる。運ゲーだから。これまだ埋められるか。さあ待ってるか。さあもうちょっと。ちょっと少しなのに。ジャムネも上がってきてる。頑張れ。よし。ああ。ローションマスター。すごい。それでも優勝はエボシ。すごい。なんでにジャジャはいつも扱ってないの。すごい。頑張ってる二人がいますよ。頑張れ。頑張れ。なんか出ちゃいけない声で。太めの声が出てる。ジャムネ。F1 ゴッドだ。頑張れ。F1 ゴッドだ。モナピ天才。ありそれありいいよ。頑張れいいよ。モナピ天才。お疲れ。モナピ天才。素晴らしい。モナピ天才。それでは優勝者エボシさんから一言お願いします。彼氏が優勝するんだったらこっちも勝たないかんよな。あ、すごい。ありがとうございます。第1回女性ローションマスターエボシ、男性ローションマスター須藤です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ぬるぬるカップル。どうなのそれは。ぬるぬるカップル。最悪だね。あ、何事大丈夫かな。じゃあエボシさん何番ですか。今日は339です。339。はい、おめでとうございます。1、10。ありがとうございます。おめでとう。はい、おめでとう。ありがとうございます。さあ、第1回ありがとうございました。第2回もワンチャン開催するかもしれません。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様。楽しかった。あ、ヤミーさん。こんにちは。ナイスファイトですね。全然無理だったわ。本当に進めなかったわ。なんか途中で出てたっすよね。そう、リタイアした。ボタリはなかった。まあ、何ボタリ私血流出てるよね。もう血流出てる。お疲れ様。じゃあ戻ろっか。持ちっすね。車で走るぞ。よし、じゃあ行こう。
あの歌ありがとう。あれしりりちゃん、いたいた。お疲れ様、大変だったね。全然吸えなかったよ。ね、あ、みんなで写真撮ればよかった。え、じゃ女性、女性の参加者、女性の最後の参加者、最後だけ集まってください。はい。女性の参加者。こっち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 。どっち？こっちこっち。女性の参加者、ありがとうございます。女性の参加者、ちょっと待って、こう待ってくださいね。はい。女性の参加者だけこっち来てください。あれ？女性の参加者だけ。バーあいつマジ殴ろう。取れてるよ。はい、呼ばれました。はい、女性の参加者集まりました。はい、それでは、我が輩を周りに、綺麗な感じで、はい、あの写真リシの写真をね、リシの隣行きなこれは集合写真だから、はい、なので、はい、妹等で、はい、妹の筋肉等でなんかいい感じに、はい、はい、どうでしょう、あ、くるみ、全部いい、はい、ちょっと待ってくださいね、妹の筋肉でなんか、はい、ポーズしてあげて助かります、はい、筋肉のポーズ、セクシーしか勝たんやろ、なんでもセクシーでいいぞ、いや、もういい女しかおらんからな、はい、やばいやばい、前出てて、前に出て、そう、低いな、みんな何のポーズ、お前ら低いな、めっちゃ低い、脇尾さん浮いてるんだ、いいですか、あーちょっと大変、ちょい、やばい大変、やばい、やっちまった、俺またやっちまったわ、行きますよ、行きますよ、戻らない、すっごいしりりちゃんやばいですよ、いや、いいな、いいな、最高や、最高や、何このジャンプ、昔のジャンプが同様だみたいな、主催してよかった、名前消そう、名前消そう、名前消す、はい、ごめんなさい、名前どうやって消すんですか、スラッシュネーム、Tの筋肉スラッシュネーム、あとくるみちゃんとシリーちゃん消すかな、 OK、 上手上手、いくよ、上手、いいな、はい、ポーズ、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、やばい、もういいよ、もういいよ、水が行かなきゃ、ドンみたいな感じの、ありがとうね、みんなありがとうね、わけおさん楽しかった、わけおさん楽しかった、すごい楽しかった、ありがとう、エド君お写真さ送ってほしい。いいよ。あ、送って送って。ありがとう。すごい今エド君めちゃめちゃ囲まれてる。これハーセムになってる。エド君すごい囲まれてるよ。誰だよ、全くもうちょっと待って、ワキオさんに送るでしょ。あと欲しい人誰かいる？私も。すっごいことになってる。あ、じゃあジャムネーと、あ、ありがとう、あと、え、オッケーオッケー、くるみちゃんと、みんな、Bluetooth はオンにしてるかな、はい、してます、し直す、あ、みんないい子だね、あれあれフライヤーあれ誰？怒られてない人。はい、まだ怒られてない。ジャメラ。みくるみ。ゆちゃん、ナノちゃんとゆちゃんとくるみ。モナピー。モナピー。ちょっと待って。ゆちゃんに今送った。違います？ねえねえ。なんだろう。今誘拐された？これのだけど、これでいいの？このテールゲーターは多分ナノさんのなんで。ああ、じゃあ。シリリちゃん。メカニックいます。あ、モナピーだ。モナピー。シリリちゃん、私送ろっか？あ、そっか、うん、送るよ、みんなもらった人は送り合いっこしてくれると、はい、送り合いっこしましょう、俺から欲しい人さ、メカニック行けたりする今無理、誰メカニック、リペア、リペア私できないよ、できないか、ごめん、はい、誰かいないかな、じゃあ一回戻りますか、レギオンでいい、あ、じゃあお洋服屋さんに行こっか、うん、よし、じゃあ着替えよう、中川パイセン勝てなかったわ、須藤さんってボイスさん今日ごちそうだな、そうだね、てかさ、うんうん、あの、あ、間違えた、あのカップル、あれカップルだから、そうだよ、千ずつだよ、だからあのカップル、あのカップル2000持ってるんだよ、あ、ごめん、強すぎない、強いよ、
ねえ。すごいよね。しかもあのカップルね。うん。車のレースもすごい強いの。やっぱなんか一緒なのかな。これも水着レースだったし。私すごいなと思った。筋肉の使い方がうまいのかな。ねえ。うん。私本当に無理だったもん、進めなかった。シリリちゃんもだけど。私は無理だった。なんでみんな進むんだろうって思った。どこだ？あれ、お洋服屋さんこの辺って。ああ、これか。これ。え、どこだ？お洋服屋さん。どこだ？なんかね、道路。どうやって行くの？道路。向こうだね。ちょっとわからなすぎるこれ。じゃああのレギオンのこっちの、うん、こっちにしよう。いつものとこ、ここ。うん。マジで全然わかんなかった。ね。うん。レギオン着いたらあれ送るね、写真。うん。私写ってるかな。ね、どうだろう。私まだ確認してない。なんかエド君が囲まれてるとこ面白くてその写真撮ってて。誰だろう。原付き。すごいピンピンしてる女の子だ。あ、ひびちゃん。同じ原付きだ。ひびちゃんじゃない？違う？違うかも。誰だろう。赤い髪だった。でもなんか髪型が違ったかも。結んでた。うんうん。はい。はーい。あ、脱ぐ前に二人で写真撮ろっか、ちょっと。この明るいところ。私写真撮るの下手だから。じゃあさ、ここの壁を背中にして、こんな感じにして自撮りするね。撮って。なんかみんなどうしてそんなに撮るの早いの。いくよ。見えてる？見えるけどすっごいアップ。はい、取れたよ。やった。オッケー。この帽子髪の毛だから脱げないんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。あ、他の人たちもみんな着替えに来たのかな。これ何番とか見れるのかな。すっごいいる。本当だ、ひびちゃんいた。そっかそっか。よし、着替えようっと。なんか何が違う。オッケー。オッケー。オッケーオッケー。それは。なんかスカートの色落ちしちゃった。11かな。スカートの色落ち？ああ、本当だ。先の方ね。よし、じゃあ。質屋さんの値段見に行っちゃおっか。え、買いこう。閉めれた。ほんとだ、どうしたんだろう。でもシートベルトしないと閉めれなかった。でもまあ閉めれるようになったのは成長ですね。ね、日々成長。ほんとだよ。シリリちゃんが、シリリちゃん最初からしっかりしてるからな。そう？レディースに入った時はどうなることかと思ったけど。いやー、なんか楽しそうじゃんと思って。まあね、楽しそうだよね、みんなで集まって、女子会みたいな。そうだね。うん、学校みたいだった。うんうん、学校か、懐かしい。なんかすごい若い雰囲気だった。あー、なるほど。中学生みたいな感じのやばノリだった。もうね、記憶がなさすぎてね。そこの時代に自分をね投影できるかどうかっていう問題が。キャッキャウフフしてたってことでしょ。なんかね、なんて言うんだろう、
楽しかったよ。でもなんかあ、よかったね。ボーリングでしょ行ったの。なんかボーリング、そうそう、カスタムも、バイクカスタム行ってみたいな。うん、あ、みんなで。そう、待って、あそこ誰かいる、誰か人がいた。まあいいや、危ない人かもしれないし。エメラルド2万7000になった、上がった。めっちゃいい。じゃあ私がエメラルド売る係やります。どう2万、あ、私も2883。あ、いいじゃんいいじゃん。じゃそのまま売っちゃった方がいいと思う。ルビーが、うん、20633。うん、ルビーもっと上がる。あ、そうなんだ。うん、だからルビーだけ売らないでおこうじゃん。オッケー、今日は稼げたね。うん、420万か。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの人、うん、あの人ね、さっきね、うん、アンブレラっていうギャングのね、うん、ロゴが入った車に乗ってた。そうなんだ。うん、質屋ってなんかあんのかな。なんか取ってきたもの売ってるとか。炭鉱で働いてるってこと。え、ちゅうちゃん盗んだものとかよ。ああ、なるほどね。なんか共産だ。うん、多分ここね、新しいレストランがオープンするんだって。あれ、あ、ここ財閥。そう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 、はい、サンタさんいたよ。ね、怪しい、怪しいわ。じゃあレギオンに帰ろう。うん、4K のやつって何なんだろう。あー、あ、言ってたやつ、うん、あれどこで曲がるのか分かんない。あー、このまますぐ行けばいいんだ。ピン刺さないで帰れた。すごい、すごい、奇跡、すごすぎ。やったー、嬉しい。後ろ誰かいる、誰かいる。この牛消えてくれないと怖いな。ね、うん、オッケー、お疲れ様。お疲れ様。今レギオンにいるけど、送り大丈夫？迎え。お、なんかモナピに連絡してたみたいなの。いってらっしゃい。ありがとうね。足がないのかなって。あれ、レリアちゃん、あれレリアちゃんって言ってなかったっけ？イチャメロ。あ、了解、ありがとう。イチャメロ今衛星外。さっきは？ヌルヌルの時は、あ、よかった。ヌルヌルのね、途中から私衛星外なんだ。あ、そうなんだ。あの天使が話しかけてきたもんで。あ、なるほど。そっかそっか。衛星外だった。お疲れ様。お疲れ様でした。見ようかな。この車やば。またなんか書かれてんだけど誰だよ。アキさん。はいはいはい。こんにちは。私ついにあれ作れるようになった。サプレッサー、うん、だからまた行きましょう。いいっすよ、いいっすよ。あの終了、いっぱい人、いっぱい人、いっぱい人、うん、降りろ降りろ。おい、福田さん分かった、ありがとうね。いいっす、頑張るわモナピ。何が始まるのこれ。モナピ、ありがとう。モナピ、なんだこれ、なんだこれ、なにこれ。すごい。何、なんだ。銃外していい、銃外していい。
こいつの名前は警察官の千代田ようだ。違うよ。露出狂の変態野郎だ。みんな覚えててくれ。どうしちゃったの？違うよ、違うよ。本当にお前許さねえからな。露出狂の変態だ。覚えててくれ。ヒンヘッドにされちゃってな。なんで？ちゃんとその平和を守るって言って自分が治安を悪くしてるんだこいつ。お。とんでもねえ大悪党だぜ。誰が今ツイートしてた？白井さん？新レースコースがどうこう。あ、鳥の銀か。あ、写真送るの忘れちゃった。実況してもいいですかって聞いた。あ、これね、いいんじゃない。そう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 、うんうん、7291。あ、そう、見に行く。でも実況しに行くよ、もちろん。うん、こうなってもいい。いいよ。やった。俺もコース知らんから、うん、新作レースですよ。あら、くずしろさん、こんにちは。こんにちは。最近くずしろさん登場の仕方がなんか、うーん、なんとかですねみたいな感じなんだよ。なんか最近登場キャラみたいな。なんか車とかでブーンって横付けて、そうですね。めっちゃ喋って帰ってくみたいな感じになってる。じゃあ行ってきますみたいな感じで。車の方向に行かれるやつ、あのサブウェイのロゴかと思ったら違った。ね、これスケボークラブです。スケートクラブって書いてある。じゃあこの辺でまた、なんかね、今日オッケーいただきましたんでやります。あ、頑張ってね。4時2分からバナナビギナーバーストあるんですよ。はいはいはい。あ、ヤミー15分間に合うと思います。店長なんかギャング勧誘されたっす。え、バナナビギナーバースト10分ぐらいでゴールできる。誰に行く？連戦行きます？連戦行きます。ジョーカーみたいな。ジョーカーみたいな人。まあ、なんか君が入るかどうか君の人生やからやるかな。行くかな。どうしよう。スターだからだいぶほど遠くなるけど気になってる。またなんかちょっと教えてくださいよ。え、スター。まあいいよ、教えられるよ僕。あ、何がですか？スター、スター、じゃあビッグになるんだよね。あ、ビッグになるって。そう、ビッグは別にどこでビッグになるか決めてないって言ってたもんね。うん、そうなんです。よく覚えてるっすね。うん、いや、すごいこと言ってくるなと思って。うん、覚えてたよ。ドン引きしてましたもんね、なんか。いえいえいえ、引いてないです、引いてないです。すごいなーって。すごいなーってこと。めっちゃ可愛い。超可愛い。あれないよ、僕の店勧誘したい。店って何？ああ、バー？そう。そや。だから店長って言われたんだ。名前見えるようにするのか。そうそうそう。まあ、いかんせんまだね、オープンまで時間かかるから。あ、まだオープンかかるの？そう、あの、犬キヤから前のメニュー残りっぽいね。ああ、それをどうにかするんだ。そう、それでまた大変。わかった。ああ、そうなんだ。ノーランクらしいです。ノーランク。なんでも大丈夫です。これから大変っすよね。俺たち。俺たち？あ、あ、すごい、なんか ルーさんっぽい人いると思ったけど全然違う人やった。見てる。え、ルーだよ、ルーだよ。違う、こっちはルーさんなんだ、分かってる。こっちはルーさんなんだ。そう、もう一人紫の髪の人おるってなって。そうなんですよ、昨日来た。やってる？大阪から来たナンバテッテです。ちょっとごめんなさい、見合ってる。確かに外見似てんな。確かに髪の色もね。本当に思ってる？あ、でもさ、福田さんも紫なんだね。大阪から来ました。可愛いでしょ。紫勢。紫勢だね。可愛いナンバテッテです。お願いします。靴お揃いっすね、足。ねえ、減らしぎさん。ちょっといい紫意識してくれてんのも送ってもいいですか？なんかね、この間スドバの前でね、ナタル君に声かけられたの。うん、なんかすごい雰囲気変わってて、うん、でなんか新聞って読んでるっていきなり言われて、読んでないよって言ったら、なんかたまに新聞に俺載ってるんだよっていうの、うん、それで最近何してるのって言ったら、なんかこの街を違う視点から見つめてるんだみたいな、なんかおかしくなってた。なんかちょうど今ナタルがなんかツイッターしたね。何何
なんやこれ。なんだろう、すごいなって。警察？これ千代田か。これ千代田や、このイヤリング。千代田のセクシーポーズをツイッターにあげてる。なんでそんなこと。さっきね、ここに千代田さん着てた、なんか裸っていうかパンツ一丁で、うん、まあまあそう、それでね、新聞をね、うん、新聞見てみたら載ってるよって言われたんだけど、なんか話し方が怖かったから新聞買ってないの。見た方がいいと思う？いや、見なくていい。見んでいいし、2万をドブに捨ててるだけやで。そんなレベル？うん、分かった。じゃあ見ないどく。なんかあと羽振りが良くなってた。なんか私があのお家買うって言ってたじゃない？そしたらもうお金なんて俺に任せてって言われてちょっとびっくりしちゃった。変わっちゃったの本当に。私悲しくてさ。だから、じゃああなたもう他の人の紐になったのって聞いたら、ちゃんと首輪持ってるからそれはない、大丈夫って言ってたけど、もうなんか、うん、あの子変わっちゃった。なんか悲しい。そうやな。うん、最近一緒に遊んでないの？そうなんだ。じゃあ何の仕事してるかはもう聞けなかったの。そうやな、うん、僕も知ってるけど言われへんね。あ、そうなの。まあ男同士の秘密かもしれないから、まあ聞かなかったけど。うん、うん、またちょっと私悲しいことあったら聞いてね。分かった。うん、ありがとう。じゃあね、またね。はい、おやすみ。またね、おやすみ。おやすみ、おやすみ。何してる人なんですか、福田さんは？メカニックと、あとはこの先に。お疲れ様。おやすみ。おやすみ。おやすみ。え、ナタルくん？ナタルだよ。またその髪型変わった？ね、変わったよね。昨日やったよ、この髪。これ昨日の髪型？あ、昨日のやつ、昨日のやつ。本当？ちょっとイメチェンでこれ。洋服がちょっと違う？いや、変わってない、いじってない、もう。昨日会った時のまんま。本当？ちょっとナタルくん、おじさんかなって思ってしまった。前の方が若かったよね。名前の方が若くは見えたけど、ほら、の服のコーデがあれかな、前よりなんか年齢高めに見えるからかな、ね、まあ貫禄あっていいじゃない。あれ、なんでお着替えバッグねえんだ、まあ、俺つまり大人になったあ、お着替えバッグあるよ。車の中かな、多分車の中かな。お着替えバッグあげるか。あ、ボタモン、ボタモン、私写真撮ったのよ、ボタモンの。はい、ぐっちょぐちょになってるやつ。ぐっちょぐちょっていう言い方やめてください。ぐちょぐちょ、ぴちょぴちょ、ぴちょぴちょ、ぷくぷち。ありがとう。送るね。うん、ありがとう。ぼぼ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 それ、ぼーちゃんじゃない？ありがとう。ナタルくんいる？ちょっと待って。おやすみなさい。怖いよ。ボタモンのさ、見慣れたせい。はい。見慣れた服。ボタモンの写真送ったナタルくんに。なんで送ったの？なんで送ったの？え、近くに行ったから。あ、これね、ローションぬるぬる大会で一番ビリの私。かわいそう。この写真めっちゃ良くない？めっちゃ上手。みんなで撮ったやつ。あ、みんなで撮ったやつね。ちょっとアップにしてみよう。テレビとかに映したら。あー、いいね。これだって、これさ、京さんのポーズがこのアングルやばくない？やばい。見せつけてやがるぜ。どうさん、あの今日シリリさん、シリリちゃん、あ、一番右の、本当だ。キノコ動いちゃった。あのぐるぐるしてたのに、ちょっと髪の毛、あ、戻した。あ、そっちの方がいいよ、ちょっとみんなに見せて。ねえねえ、ナタルくん、こっちの方が若いよね。はい、いつも通り見て。うん、こっちのが若いよ。あの髪型もちょっとおじさんだよ。なぜか。ここに手にすると、うん、こっちのが若い。どうも。
あ、猪狩さん、こんにちは。こんにちは。お疲れ。なんかナタル君、ここ数日会わないうちに大人になってたのよ、ラグランジュさん。おお、階段登ってた。大人の階段登ったみたい。今さっき警察服引っぺがしてきた。いや、だからさっきさ、ラグランジュさんじゃないわ、あのレギオ日曜だようさんがさ、パンツ一丁で現れたからびっくりしちゃった。そう服引っぺがしちゃった。ローションヌルヌル大会で。しかもさ、しかもスキンヘッドになってたんだけど。あ、もうハゲになった。なんでドラケンじゃないじゃん、もうあの人1週間ハゲ。え、これからみそぎ。みそぎってなんだ。なんで罰ゲーム。反省会。やらかしてないよ。え、ブチブチって抜いたの。あの毛負けたから。何に。チェイス。チェイス。チェイス。ナタル君なんかチェイス負けたっつって、あの人チェイス負けたっつってハゲにされてここ来て、そのまま服も脱ぐかってなってたから服引っぺらしてた、うん、あ、ナタル君、ナタル君悪いことしてる。してないよ。あ、ほんと。じゃあよかった。いいこと。いや、今回のはしないよ。今回のハゲてきて、うん、え、服も脱がすんですか。あ、じゃあ耳に行きますって、うん、服引っぺがされてるとこ写真撮って。それがあの写真なわけ。あのセクシーシーンみたいな。なんかあの人に似てる。あの救急隊の、救急隊のね。そう、サンクチュアリ太鼓先輩です。サンクチュアリ太鼓さん。ああ、そう、似てる。そっくり。分かった。はい、なんだこれ。いや、ナタル君よかった。悪いことしてなくて。じゃあおやすみ、私寝るね。おやすみ、おやすみ、みんなおやすみ。あ、中川さん。はいはい。あの六方読みました。あ、はい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 。まあ、うん、ぼちぼち。モナピサの選手になったんだ、うんうん、あと、まあ必要とあらば、話を整えたなんで、ね、うん、必要とあらば私どもども引き継ぎできますので、はい、その時はよろしくお願いします、うん、じゃあね、またね、おやすみ。はい、おやすみなさーい。みんなおやすみ。みんなおやすみ。観測者の皆さんもおやすみ。いや、ぬるぬる大会で筋肉痛になっちゃって、ちょっと本当満身創痍ですので、今日は早く寝ますね。成功した。では観測者の皆さん、おやすみなさい。今日も観測ありがとうございました。ではおやすみ、ロスサントスします。おやすみなさーい。